はい、それでは今回はオフィス有馬俊代表の有馬俊さんにお話を伺いたいと思います。有馬さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。有馬でございます。はい、はい。有馬さんね、まあ、総合商社に36年ほどですかね、お勤めされて、はい、ここね、インドやマレーシアの海外でも、現地の、はい。はい。社長をされたりとか、もう幅広く活動されていらっしゃってて、まあ、今は経営コンサルタントっていうところで、はい、ご活躍されていらっしゃいます。はい、今日はそんな有馬さんのお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたしはい、ます。お願いします。はい、それでは早速になりますけれども、有馬さん、夢やビジョンについてお聞かせください。はい、そうですね。まあ、やっぱり志のある企業の経営者の皆さんは、やはりありたい経営というのをいつも考えられていると思うんですね。で、一方、向上心があるビジネスパーソンの皆さんは、やっぱりなりたい自分というのを考えられていると思います。で、私は、まあ、今、コンサルタントや経営顧問の立場で、そのありたい経営となりたい自分を実現して成功する過程をご支援することで、元気なビジネスの世界を作ることのお役に立ちたいとは思ってます。で、ありたい経営っていうのは、まあ、最高の会社の状態であって、まあ、理想的な会社のあり方だと思ってます。ただ、経営者とか経営層の皆さんたちが描く、まあ、目的とか理想とか、やっぱりビジョンに当てはまる。まあ、やっぱり何としてでもやっぱり実現したいものなんですよね。ただ、ありたいとよくある、あるべきの違いをよく聞かれたりするんですけども、まあ、これ私の個人的な、意見なんですが、やっぱりありたいっていうのは、できるとかできないとか、そんな前提条件や制約条件をもう一切考えずに、もう素直にどうありたいんだっていう状態を考えることだと思ってるんですよ。で、あるべきっていうのは、やっぱり会社も社会の中に立ってるものですから、まあ世間様の前提とか、それからお客様から期待されること、みたいな、やっぱり外から見られた、まあ理想の状態があるべきなんだろうなと解釈してます。なるほど。で、まあ、企業の経営者としては、このありたいとあるべきっていうのを、このバランスよくですね、まあ、持っていかなければいけないんですけども、やっぱりどうしてもありたいが後回しになっちゃって、あるべきっていう、やっぱり外部目線の方に偏りがちなんですよ。で、まあ、社会とかお客様に期待に応えるっていうのはもう当たり前のことですし、まあ契約を取るとか、売上上げるとか、利益獲得するとか、まあ営利企業としての立場としては、あるべきを優先するっていうのは私もよく理解できます。ただ、そうなるともう一つの、まあ側面でもある、そのありたいっていう、まあ創業した時の理念とかですね。まあ未来の成長の、まあ、源泉になるような、そのありたいっていうのが希薄になってしまうんですよね。まあ、ですから私はこのありたい姿を描くところから、まあ最終的には実現するところまで、まあご支援をしたいなというふうには思っています。それからもう一つ、ビジネスパーソンの、まあなりたい自分っていうものなんですけども、やっぱりこれは未来にある目指す自分の姿なんじゃないかなというふうには思ってます。まあ、いろいろな方とお話をしていて、やっぱりなりたい自分を考えてチャレンジしてるっていうような人は、まあ、年齢に関係なくですね、志が高くて向上心があって、もういつも目がキラ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 星が飛んでるわけなんですよ。ただ、そのなりたい自分の姿が漠然としていて、そこにどうやって走っていけばいいんだっていうロードマップが書けずに、まあ、苦労されてる方とか、あまりにも高い、その、志が高すぎて、道のりが遠すぎてですね、まあ疲れ果てて、まあ自爆してしまうような方もいらっしゃったりするんですよね。なるほまあど。高い志とか目標もとてもやっぱり大切なんですけども、やっぱり自己嫌悪だとか諦めたりしては、まあもったいないっていうふうに思ってます。ので、まあ私はこういうなりたい自分の、まあ、志を持って夢を叶えようとしているビジネスパーソン。
まあ、この方たちのご支援もしたい。というのが、やっぱり、今、やりたいことなんですよね。まあ、このように、まあ、企業の、まあ、経営者の皆さんが考えていることだとか、ビジネスパーソンの皆さんたちが描いている、まあ、こういう理想の形に、まあ、できるだけご支援をしたい。で、そういうプロセスをご支援することで、皆さんがやっぱり、凛々しくですね、やっぱり生き生きとしたビジネスの世界を作り上げていく。っていうことの、まあ、役に立ちたいっていうのが、私の、まあ、夢とか、ビジョンになります。はい。ありがとうございます。そんな感じです、はい。ありがとうございます。ありたい経営、なりたい自分ってね、いや本当にこうね、そういう人たちがどんどん増えていくことで、まあ、ビジネスの世界が、いや、生き生きとしていくなというふうに感じました。はい、ありがとうございます。はい、その、まあ、夢、ビジョンへ向けての目標や計画というと、どういったところでしょうか。はい、お願いいたします。はい。まあ、よく考えたんですよ。それなりにね。はい。ただ、私、今年でね、60歳迎えて、まあ、還暦を迎えるわけなんですけど、はい、やっぱり健康であれば、75歳とか80歳くらいまではね、まあ、仕事をしたいと思ってます。うんうん、まあ、ただ、楽しみながら仕事をしたいので、正直言って今自分に綿密なですね、これからの計画っていうのは立てていないんです。で、まあ先ほどもね、お話ご紹介もあったんですけども、まあ2022年まで36年間総合商社で勤務をしてて、まあプロジェクトマネジメントか、プロジェクトマネジメント、それから目標とか計画にまみれてね、まあ簡単に言うとまみれて生きてきたんですよ。よね、だからまあ、3年の計画とか、うん、3年、5年の中長期計画とかね、利益計画とか、事業投資目標とか、まあ、そんなことを立てながらも、プロマネだと毎日ね、進捗管理をやったり、朝晩、それから経営とか、組織の計画管理は大体月に1回絶対やりますよ。うんうん、で、計画を立てて、実績見て、対比して、ただ、うんあったらその要因分析して、うん、もしビハインド遅れてたらどうやってリカバリーするとかね、軌道修正どうするとか、はい、まあそんな課題抽出して、で、それ誰がいつまでに何やるんだみたいな対策を立てる。まあそんなことはもう何千回やってきたと思うんですけど、まあそういう意味ではね、そういう問題発見とか課題創出みたいなのは身に染みついてますが、うんそしてそれが今のコンサル業としては、まあ、とても手法論ですよ、うん。としてはとても役に立ってますし、感謝もされてはいます。うん、まあ、ただそんな組織の責任から離れて、自分自身に、まあ、人生にね、当てはめてみると、うん、もう、まあ、正直言って目標とか計画軸を持つのは、もういいかなっていう感じなんですね。まあ、あんまり自分を、まあ、狭めたり、したくないですし、まあ、やっぱりその、都度の変化とか、変化にね、まあ、柔軟に対応していきたい。まあ、視野も広げて勉強もしていきたいっていう思いもあって、まあ、かっこよく言えば、自由でマイペースにやっていきたいっていう感じなんですよね。なるほど。だから、まあ、これからの自分の人生っていうのは、目標志向とか、計画志向ではなく、やっぱりどれだけ、社会や人のためになるかっていう、やっぱり生き方。まあ、ちょっとこちらの方に、まあ、軸足を置いて、それを大切にしていきたいな、というふうには、考えてます。すいません。ありがとうございます。いえいえ、素晴らしいですね。でも本当、形的なその目標計画よりも、やっぱその土台がないと本当始まらないなっていうところだなと思うので、まあ本当にそこの生き方、あり方っていう土台、本当に一番注目すべきとこ、やはり今されてらっしゃるんだなというのを思いました。はい、ありがとうございます。はい、まあ、そうですね。まあその本当こう、社会のために、そして自由にマイペースに楽しみながら、ビジネスパーソンたちのね、そして企業の、まあ本当こう、寄り添って応援してらっしゃるっていうところなんですけども、まあその夢ビジョンへ向けての、活動指針や実践行動というと、どういったところでしょうか。お願いいたします。そうですね。基本姿勢として大切にしてることがね、2つあるんですよ。はい。で、まず1つは、まあやっぱり人と、まあ、コミュニケーションを取る仕事だものですから、
やっぱり共感と共有っていうのはね、大切にしたいと思ってます。で、やっぱり価値観っていうのはもういろんなパターンもありますし、情報も溢れてるし、まあ多分分かってくれるだろうとか理解してくれるだろうっていうのは大概通用しないんですよね。で、私とお客様の間だったらまだしもなんですが、やっぱりまあ外からその会社の組織を見ていると、その組織のメンバー同士ですが、考え方とか意見が違うってことはもうよくある。まあこれは日常のことなんですけども、やっぱりそういう前提の中で大切にしてることは、やっぱり自分よがりな考え方を一方的に押し付けたりし、絶対しないっていうこと。それから、丁寧な言葉。言葉遣いは当たり前なんですけど、やっぱり丁寧な言葉で、やっぱり相手に目線を合わせたコミュニケーションをすぐに心がけてはいます。ので、やっぱり今、ね、お客様が今何考えてるのかとか、自分が伝えたこと分かってくれたかなとか、やっぱり何がしっくりきてないのかなっていうことをできるだけやっぱり想像しながら、まあできるだけ洞察をしながら、やっぱり、基本姿勢としては大切にしているのがそういうポイントですね。やっぱり良い結果が出るためですから、慌てたり、焦ったりするとろくな結果になりませんので、時間をかけて、共感と共有をすることを心がけています。まあ、それが一つ目に大切にしていること。それから、もう一つは、忖度や遠慮をしないということなんですよね。やっぱりコンサルタントもやっぱり商売ですから、お客様に気に入ってもらいたいとかね。まあ契約の決定権があるような役職者にやっぱり目をかけてもらって、また次もよろしくお願いしますみたいな。まあそんな気持ちは、誰にでも、まあ正直ってあると思うんですよ。ただ、その意識がやっぱり強くなってしまうと、迫力のある提案とかメッセージが出せなくなっちゃうんですよね。で、もう角が取れて丸くなっちゃって、何のためにもならない、まあ面白くない、まあ活動になってしまう。っていうことはできるだけ避けたいと思ってます。ので、まあ、いいか悪いかはいろいろあるんですけども、まあ、時々ですね、まあ、それだけね、まあ、お金を使ってどれだけのリターンとか効果があったんですかとか、それって何のためにやってるんですかとか、やってるだけで、会社のやってる感をアピールし、社員にアピールしてるだけで、実は何にも効果がないんじゃないですかとか、案外、企業とか経営者の皆さんにとって耳の痛いことも、まあ率直にお話ししたりします。まあ言葉遣いは気をつけますよ。言葉遣いは気をつけたり、雰囲気づくりには気をつけたりしますけども、まあこんなようにね、忖度とか遠慮しない姿勢を、まあ受け入れていただけるのか、拒絶されるのかは、これはお客様が決めることだと思ってます。で、私も割り切ってますが、ただ、経験上なんですけども、やっぱり本音でコミュニケーションを重ねているとですよ。やっぱりその会社の皆さんは、やっぱり何かに気づくんですよね。なるほど。で、やっぱり変えていこうっていう熱量に、やっぱり変わっていくっていうのは経験上ありますから、忖度や遠慮はしないっていうのは別に悪いことじゃない。し、まあ、それで切られた覚えもありませんので、まあ、自分もそれで、伸び伸びとできるっていうところもありますから、それは基本姿勢としては、まあ大切にしているところですね。はい。ありがで、とうございあます。と、どう基ぞ。本姿勢とね、ちょっと違うんですけども、まあ私は経営推進の、経営を推進する軸になっている夢工学の、まあ提唱者の立場として、まあ夢工学をやっぱり企業の現場で適用することで、やっぱりいろんな効果が出てるし、いろんな感謝もされてるんですよ。で、夢工学っていうのは、1989年に川勝義明さんっていう先生が発案して、まあ書籍にもなってる工学なんですけども、まあとにかく夢を持つっていうことは、とても大きな意義がある。で、夢っていうのはもう自分が一番大好きなこと、やりたいこと、成し遂げたいっていうことだ。で、この夢を持つっていうことは、やっぱり実現したいとか成功させたいっていう強い情熱が湧く。で、その情熱の過程がやっぱり強いほど夢の実現へ、まあ、成功に近づきますよっていうことなんですよね。まあ、そういうような工学なんですけども、やっぱり多くの日本の企業人は、やっぱり事業環境分析をしたり、現状分析をして、
まあ、そこから問題点とか課題を出して、やっぱりそこが出発点になってるんです。で、解決すべき目標とか達成したいゴールをそこからやっぱり設定をして挑戦をするんですよ。だからソリューション型のやっぱり目標とか夢への設定になってるんですね。で、大体実現可能なレベルにしますよ。まあ意識的に無意識的に、まあどちらでもいいんですけども、まあそんなように設定してる。ただ、そういう思考の方法だと、やっぱり従来の延長線上ぐらいのことしか、まあ達成できないし、まあ改良、改善レベルですから、やっぱり夢工学では、まあそのレベルも大切なんだけど、もっと改革レベル、もう世の中変えていくぞ、みたいなレベルの夢の達成をやっぱり目指すものなんですね。ですから、まあ、情緒的な、まあ、方法論ではなくて、まあ、夢工学って一応工学ですから、まあ、1たす1は無限大なんだっていうような、その感性の働きをいかに最大化するかっていうような、やっぱり理念論と、やっぱり1たす1は、やっぱり2だよね、とかね、という、理性の働きをいかに最大化するかっていうのを解く技術論。この大きな2つで、まあ、やっぱり構成されてるものなんですよ。まあ、今日はもう時間がね、限りがありますから、ね、このぐらいにしておきますけども、うん、やっぱり夢工学っていうのは私の経営推進の重要な軸になっているものなんです。はい。なるほどです。いや、ありがとうございます。1たす1が2か無限大かと大きな違いですね。はい。ありがとうございます。もう最強なんですよね。本当ですね。はい。ありがとうございます。はい、まあ、そういう夢工学のことを、ね、使いながら、でこのビジネスパーソン、まあ、企業に対して、貢献してらっしゃるというところなんですけども、まあ、こういった夢ビジョンを持つように至った一番大きなきっかけや発見というと、どういったところなんでしょうか。そうですね。ちょっとね、ちっちゃい時まで遡ろうかなと思ったんですけど、記憶が定かじゃないから、はい、まあ、やっぱり最近のところでいくと、はい、やっぱり時代的な背景があって、はい、2012年にインドの海外駐在を終えて、私日本に帰国した時に、はい、いろんな違和感を感じたんですね。はい、で、まあ、伸び盛りのインドのような新興国と比べてはかわいそうかもしれないんですけど、やっぱりね、日本がやっぱり元気ないんですよ。やっぱ活力がないんです。はい、で、まあ、次の時代に向けてやっぱりビジョンみたいなのが感じられないんですね。はい。まあまあ、それはそれで、まあ国としての、まあ領域ですから、まあ、いいとしても、やっぱり、じゃあ会社の中を見渡してみたときに、やっぱりガバナンスとかコンプライアンスみたいなのがとても立派にね、整備されて、事業リスクだとか、リピテーションリスクにとても過敏になっている。はい。ただ、その結果、とても、内向きな企業文化に、まあ、すべての会社とは言いませんが、私が、まあ、たまたま働いてた会社と、それの周辺の会社ぐらいだったのかもしれませんが、やっぱり内向きな文化なんですね。で、組織、まあ、インドから戻って組織の責任者になって、まあ、若い人たち、まあ、中堅の人たちも含めて、部下たちが夢をやっぱり見失ってるんですよね。はい。で、やっぱりもう資料を作ることが目的のようなね、まあ、資料作りに魂を売ったり、やっぱりもう前線前哨のような事業投資検討、まあ、そんなことあり得るわけないんですけども、それからやっぱり横島な忖度が横行してるわけですよ、いろんなところで。やっぱりこれだとね、社員の人たちが内向きになってしまう、夢を持って語り合うっていうことがやっぱり少なくなってるなって思ったんですね。で、彼らがやっぱり事業提案をして、まあ私が代表で持ってっても、まあ蓋然性があるのかとか、金の匂いがしないとかね。金の匂いがしないって、金の匂いがするような事業だったらもう誰かやってますよって僕言った覚えもあるんこでれすけですど。よね。うちの会社らしさはどこにあるんだっていうから、いや、うちの会社らしさって何ですかって聞いたりとかね。まあ、そんなような、やっぱりもう、ほぼ否定的な質問がやっぱり飛び交ったりするんですよ。で、やっぱりそういうのを見てると、若い人たちが、やっぱりもう、ここの会社でどんな風に生きていけばいいんだ、みたいな。まあ、守り中心のね、まあ、文化で、まあ、私自身は上の人たちとそうやって戦ったんですけども、やっぱりちょっと力及ばずみたいなところがあって、で、やっぱり一人たり二人たり、で、私が前職を辞めた後も何人ももう辞めてる。っていうようなのは、やっぱり見てきてね、まあ、やっぱりどんなちっちゃな夢でも、
やっぱり実現をさせて成功させる達成感を持ってもらうっていうことは、とても大切なことなんじゃないか。やっぱりそのために何かお役に立とうっていうふうに思ったんだよね。で、やっぱり企業の成長の原動力っていうのは、経営者とかビジネスパーソン、まあそこで働いてる人一人一人の、やっぱり志と夢次第なんですよ。やっぱりそれを、やっぱり醸成していく、高めていく、そして夢だけ語るんじゃなくて、しっかりと実現をしていく、まあやっぱりそんなご支援をさせていただきたいなと思ったのがきっかけなんです。なるほど。いや、ありがとうございます。非常に共感する、ね、方も多いのではないかなと思うんですけれども、まあ、そのね、本当この日本の企業が内向きになって、まあ、夢を本当こうね、失っている、まあ、そこに対して本当もっと変えていきたいと思って、まあ、活動されてらっしゃるわけなんですけれども、まあ、そういうふうに思うようになった背景というのはどういったところにあるんでしょうか。そうですね。やっぱり36年間、まあ、商社みたいなところで勤務してて、はい、いつもね、新しいことをやらせてもらってきた経験っていうのは大きく影響してると思います。なるほど。で、まあ、商社っていうのは、トレーディングっていう収益に貢献する重要な業務があるんですね。はい、まあ、それは一定の市場とか一定のお客様の範囲の中で、サプライチェーンとかプロセスチェーンを守りながら、もう収益を最大化していく。まあ、これトレーディングっていうんですけども、これ重要な業務なんですね。で、私も、まあ、輸出入とか産後間も含めたトレーディング部署で基礎は、まあ、いろいろ学んだんですけども、まあ、幸か不幸か、そのような定型業務に携わる時間はすごく短かったんですよ。はい。ですから、まあ、いろんな本部を渡り歩きながら、まあ、2回の海外駐在も立ってもらって、まあ、どちらかというと自由にやらせていただいた。で、例えば、まあ自由というか、まあ必然でもあったんですけど、日本を代表するような、まあ製造会社、製造企業さんの海外法人に出向をして、まあ普通だったら商社ってマーケティングとかセールスやるんですけども、まあ生産管理をやらされたりとか、やらされたりって言っちゃいけない、やらせていただいたり、それから世界14カ国を、まあつなぐようなサプライチェーンの仕組みを作るプロジェクトリーダーをで、まあ、やらせていただいたりとか、まあ、全く新しいヘルスケアの事業の仕組みを作ったりとか、から、インドで、にいたときは、もう、現地財閥もですね、まあ、モサみたいな、こんなひげ生やして、いうような人たち相手に丁々発止でですね、まあ、一緒に事業をやるんで、喧嘩するんじゃないですか、共同事業を組み立てたりとか、まあ、責任もあったけども、自由に楽しくやらせてもらったんですよね。で、やっぱりこういうような経験を通じて、やっぱりアイデアを生み出すこと、ということが、まあ、すごく楽しくなったっていうこと、そしてやっぱりそれを実現する、まあ、戦略戦術を立てる。で、それを実行していく。そして、実現して成長の軌道に乗せる、まあ、喜びみたいな。まあ、失敗もたくさんやってますけども、やっぱりそんな蓄積が私の生き様とか活力に、やっぱり、大きく影響している。まあ、こういうことがやっぱり背景なんじゃないかなというふうに、思っています。はい。ありがとうございます。すごくね、活力が伝わってきますけれども、やっぱりそういう本当こうね、新しいことにどんどんチャレンジしていくと、やはり有馬さんご自身のこうあり方みたいなのやっぱり違いっていうのを感じていらっしゃったんでしょうか。そうですね。まあ、きちっとね、さっきの1たす1は2になるんだっていうような仕事もやっぱり大切なんですけども、やっぱり1たす1は無限大の可能性からスタートするっていうようなところには私自身はとても大きな価値を抱いていましたし、まあただ、苦労もいろいろしたし、失敗もたくさんしたし、たくさん怒られもしましたけれども、まあ、ただ、やっぱりそういうような価値っていうのは私にとってとても大切なものだっていうのは今でもありますね。はい。なるほど。いや、ありがとうございます。本当ね、こう、夢を持ちに行く今の時代に、すごく心励まされるメッセージが詰まっているな、というふうに感じました。はい。それでは最後に、読者の方に一言メッセージをお願いいたします。そうですね。いろいろと息苦しい世の中なのかもしれませんが、やっぱりいつも明るく、楽しく、元気よく、まあ、このぐらいの年齢の人たちも、頑張ってますので、皆さんも、やっぱり明るく楽しく元気よく、
自分自身をやっぱり高めて、そしてその仲間づくりのために、たくさん楽しいことを発信して、ビジネスの世界、自分自身を活力あって、凛々しいものにしていってください。はい。頑張ってください。はい、ありがとうございます。それでは今回はオフィス有馬俊代表の有馬俊さんにお話を伺いました。有馬さん、ありがとうございました。ありがとうございました。